リストカッター旗手。このコーナーは、困ったことがあるとリストカットで解決するという面倒くさい癖を持った、どこにでもいる普通の女の子の姫街道旗手ちゃんの日常を描くハートフルなコーナーです。今日もリスナーの皆様から旗手ちゃんの日常に関するお便りがたくさん届いています。それでは早速いつものようにおはがきを順番にご紹介していきましょう。なおこのコーナーは東方二次創作であり、実在する姫街道旗手とは一切関係がありませんので、そういったあれが苦手な方は、ブラウザの戻るボタンを押すかタブを閉じた上で、ジュースの自販機にある空き缶入れの底に溜まったジンバーレモンかっこいいミシンを一気飲みしてください。旗手ちゃん、メールアドレスを変える。数週間前から、なぜか迷惑メールが頻繁に来るようになった旗手ちゃん。普段ならない携帯が鳴るので、ウキウキしながらメールを開いてみると、そこには、熟女からの逆援助の申し込み、や、ロドリゲス、などの明らかな迷惑メール、その度一本言っててはキリがない、仕方なくメールアドレスを変えることにした、新しいアドレスを設定すると、数少ない友達に、アドレス変えました、とメールを送る旗手ちゃん。するとすぐに返信、このアドレスは現在使われていません。そうか、みんなにとって私のメールなんてとっくの昔に迷惑メール扱いだったのかと悟った旗手ちゃんは、旗手ちゃん、また横断歩道を渡る。ある日のこと、急いでいた旗手ちゃんがかなり幅の広い横断歩道に差し掛かった。ところがその途端、青信号が点滅を始めてしまった。まだ点滅し始めたばかりだから渡りきれるな、と軽い気持ちで走る旗手ちゃんでしたが、真ん中に差し掛かるあたりで信号は赤に、ダッシュで渡りきってしまおうとするとフライング気味に走り出した自動車がクラクションを鳴らしました。びっくりして狭い中央分離帯に戻る旗手ちゃん。息も絶え絶えであたりを見ると、一人ぼっちで道路のど真ん中に立つ旗手ちゃんを、両サイドのみんなが見ているような目をそらしてるような、ダクダクと流れる汗を見てから、旗手ちゃんは、遥か遠い空、何か聞こえてきた。旗手ちゃん、キャンペーンに応募する。残暑の中、軽い熱中症にかかりフラフラ、これじゃ一本一気も出ないと、自販機でお茶を買った旗手ちゃん、ふとボトルを見ると、キャンペーン応募シールを発見。あ、締め切り今日だ。ギリギリ間に合ったと思い携帯を取り出し、応募サイトへアクセス。面倒くさい仮登録メールやらアドレス登録で意外と時間がかかり、すでに携帯のバッテリーは切れる寸前。あとはシールに書かれたシリアルコードを入力するだけ。焦る気持ちを抑えシリアルコードを入力、OK と書かれたマークを押した旗手ちゃん。そこに表示されたのは、応募まであと4ポイント、の文字。ため息を一つつき、バッテリーの切れた携帯を持ち替え、カッターナイフを取り出した旗手ちゃんは、旗手ちゃん、ピザを食べる。真夜中、小腹が空いた旗手ちゃん。一本行くかと思いきや、6分56秒の動画一本分のエピソードには短い、と我慢。冷蔵庫を開けると、冷凍食品のピザを発見。袋からピザを取り出し、何分チンすればいいのか、袋の裏の説明を見てみると、中身は袋から取り出さず、そのまま電子レンジに入れてください、の注意書きが、ピザをそっと袋に戻し、冷蔵庫に戻した旗手ちゃんは、旗手ちゃん、職務質問を受ける。自転車を買っては盗まれては一本行って、また買い直してはまた盗まれてまた一本行っての旗手ちゃん、またも自転車を盗まれてしまい、今回はリサイクルセンターで中古の安い自転車を買った。盗まれ慣れてはいるものの、一応防犯登録はしておこうと思ったが、店の店主に、一度防犯登録したものを再登録するには、一定の期間がどうたらこうたらで、一旦警察署に出向いてどうたらこうたら、と言われて、じゃあいいです。今度はラッキーなことにしばらく盗まれない自転車。ある日の夜中、コンビニに行くのに自転車に乗っていたら、電気をつけていたのにおまわりさんから職務質問。防犯登録してなかったので盗難自転車じゃないかと疑いをかけられる。そのまま最寄りの交番へ、必死に自分が買ったことを主張するが、車体番号とかのデータは前の持ち主のままだったらしく、無線と電話を使った激しいやり取りが続く中、おまわりさんが笑顔で言った。万が一、間違って乗っちゃったとか、そういうこともありえるよね、の言葉を聞いた午前4時22分、旗手ちゃんは、遥か遠い空、何か聞こえてきた。本日の旗手ちゃんはいかがだったでしょうか。どれも心温まるハートフルなエピソードでしたね。なんと今回はイラストのお便りもたくさん届いております。やったぜ旗手ちゃん。まずはお茶漬けさんから届いたイラストです。今にも一本いけそうな表情が素敵ですね。次はルナさんから届いた一枚です。エロい、もみじエロい。次は粉越さんからの1枚です。赤い羽募金にご協力ください。
次はカオルさんからのイラストです。輝く瞳が眩しい旗手ちゃんですね。次はアバレイモさんによるイラストです。置くだけで一本いけるお手頃な旗手ちゃん。次はカニさんからの一枚です。岡崎教授との愛の逃避行の結末は。最後はうどん猫さんからのイラストです。かわいい、説明不要。このコーナーに届いたイラストのお便りは以上です。たくさんのご応募ありがとうございました。このコーナーでは引き続き旗手ちゃんの日常に関するお便りを、リスナーの皆様より募集しております。あなたの見かけた旗手ちゃんを、ぜひご応募ください。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。社名丸あやと、アシスタントの犬走もみじがお送りしました。